近づけたように組んであるディーゼルターボですが、最大の特徴、タービンが下です。通常はもっとタービンは上にあるものですが、ディーゼルターボ、ちなみにですね、こちらは STI のエンジンユニットですが、配管があるとですね、タービンはこんな上の方にあるんですよね。この部分で、通常はですね、遅れが出ます、レスポンスの遅れが出ますですが、ディーゼルの場合はここがタービン自体がもっとこの下側についてますんでね、全然レスポンスの良さが違う。あとは、触媒もですね、こう温度が高い状態でここで、効いてきますんでね、排気的にも非常に有利ということですね。こちらは STI、先ほどご覧いただいたのは